蓮華寺の法上中寺以下432名墓所、法上中時は、鎌倉時代末期の法上氏一門。鎌倉幕府最後の六原丹大法方であり、摂津死後も兼務した。不穏寺流で、第十三代執権である法上記事の子。不穏寺中時とも呼ばれる。元徳2年11月、鎌倉を経って上落する。12月27日、六原丹大法方となる。 元稿元年の元稿の乱で、おさらぎさだなを、金沢忠冬ら関東からの軍勢と協力し、拒兵して、笠木山に牢城した、五代五天皇を攻め、天皇を、沖東に入るする。さらに、森吉親王や楠木正茂らの追悼を、鎮圧を担当する。元稿三年、昭京二年五月、五代五天皇の臨時を受けて、拒兵に応じた、足利高氏や赤松のリムララに、 六原を攻められて落とされると、五月七日に、六原丹大南方の北条寺駅と共に、六原の役所を脱出。黄金天皇、五伏見上皇、花園上皇を伴って東国へ落ち延びようとした。しかし、道中の大御国で、時駅が瀬里に襲われて討ち死にし、中時も、道国万馬峠で、佐々木道誉れが差し向けたとも言われる野伏に行く手を、 阻まれ、やむなくバンバのンゲ寺に至たり、天皇と上皇の玉蓮を移した後に、本堂前で一族432人と共に、自陣した。去年28。この史実は、マスカガミ、梅松論、太平記に詳しく記載されている。天皇と上皇は同様に、保護されて、京都へ戻された。中時は、摂津死後の職にあったため、摂津国の武士は、 戦で中時の指揮下に入ることが義務付けられていた。しかし、六原丹大は敗北的となってよりほとんどの武士は従わなかったが、真上も知事家和信直の不死は中時と行動を共にして最後を遂げている。連華寺には自陣した432人の五輪党軍がある。ありがとうございます。